どうも、今回は不思議花が強化されたということで、不思議花使ってランクマッチ潜っていこうと思うんだけど、不思議花はね、まずはね、ギガドレインが強くなって、ダメージ軽減効果が強化されたと。だからよくわかんないんだけど、40% ぐらいかな。相手の攻撃を 40% ぐらい軽減できるみたいな。まあ、そんな感じで書かれてあった気がするんだけど、あと花びらの前もめちゃくちゃ強化されて、まず相手のポケモンに当てるダメージ量が増加して、まあ、つまり火力が上がったと。で、技の待ち時間も、まあ前の花びらの前より2秒ぐらい短くなってるから、なんかひたすら打っていけたりもするしね。で、あとは移動速度が、の上がり幅が上がったっていう。めちゃくちゃ足が速くなったっていう、つまり。まあ前から速かったけどね、花びらの前は。で、まあそんな感じの強化をもらって、なんか最近は中央不思議花みたいなやつがね、流行ってるっぽいから、ちょっと俺も今回ね、体感していきたいね。まあ、もともとギガドレ花びらの舞型俺割と好きでそこそこ使ってたりしたから楽しいんだよな。なんか花びらの舞って書かれてはいないんだけど、敵ポケモンに当てるとさ、花びらの舞を、攻撃が当たるたびにさ、ギガドレインとかヘドロ爆弾とかの技の待ち時間が短くなっていくんだよね。だからちゃんとすれば、花びらの舞の最中にギガドレインを3回ぐらい打ったりしていけるみたいな感じだったりするんだけど、まあ、それをうまく使いこなして、まあ、チク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 やっていく。不思議花耐久力ないんだけど、まあ、そういううまいことを立ち回れば、ギガドレインでね、防御力上げたりして、防御力上がってるわけではないけど、まあ、16つぎ込むかとりあえず。あれ？ちょっと待てよ。俺ゴールサポーター持ってるからさ、ちょっと無理やり決めに行こうかなって思ったんだけど、全然ダメじゃん。あ、そのルカリオマジナイス。これ取れるのほんとでかい。で、ギガドレイン使って、まあ、今回ね、あのね、ゴールサポーター、進撃メガネと物知りメガネっていう、まあ、特攻火力特化持ち物にしてるんだけど、だからまあどっかでさ、あれだね、無理やりぶち込みに行ったりしたいね。あんまりさ、エナジー持ち込みすぎるとゴールサポーターの効果を体感できなかったりするから、まああれなんだけど、まあでもゴールサポーターあるとめちゃくちゃ便利だな。ゴールサポーターもなんかもう汎用アイテム的な感じあるから、まあ、離れびらの舞さえ覚えてしまえれば無理やり突っ込んで走って帰ってこれたりもするから、回復しながら。とかもね、何回もチャレンジしたりできるから、それだよね。あと、ファイアローとかもめちゃくちゃ強くなったよね。で、アップデートでなんか、いろいろ火力アップアイテム、火力アップ持ち物が追加されてはいるんだけど、まあ、まだその仕様とかをよくわかってないからさ、まあ、とりあえずこのアイテム編成でやっていこうと思う。さ、花びら前覚えたよと。こっからだよな、30つぎ込むぞ。ラビフットがさ、そっから出てくれんとさ、マジなんもできんからさ、で、早く出てほしいんだけど。これちょっと早めに集合かけとく。早めに集合かけてみてさ、4人、4、5人でいけたらめちゃくちゃでかいと思うんだけど、どうだろうね。一旦ちょっと決めに行きたいんだけど、サポーター全然発動せんやんね。サポーターほんと持たせてるっていうぐらい発動してないんだけど。まあ、じゃあしゃあない。経験値でレベル上げして、うまいことやるしかない。さ、花びらの前からのギガドレインを当てて、もう一度ギガドレイン溜まるかギガドレイン当てて、吸い取れ、あいつの、やつのすべてを。あ、これいけそうだな。これいけそう。あー、ファイアロー来た。ファイアローはまずい。で、こっち、これマジで初集合しよう。5人多分下来た、これ5人。5人来て、2人、あれだよね。俺たち足りてないよね、枚数がね。その多分ねとか買ってレベル9になって慣れたらめちゃくちゃでかいかな、もしかしたら。どうだろう。花びらの前は野生モンスターじゃそんな意味ないからさ。いやー、まあそれでうまいこと。いや、なんか、いや、持ってかれた、最悪。ただ、ギガドレイン。無理。そいつ、あ、ナイス、でかい、それめちゃくちゃでかい。ゼラオラがね、多分下来ないタイプのあれだから、俺レベル上げしてさ、あれなりたいんだけど、不思議バナになりたいんだけど、なんか、人数振りバレたらすぐ殴られそうで怖いんだよな。だって、あれでもいるもんね。なんだっけ、名前忘れた。イヤパレスとかもいるから、結構エネコの尻尾とか持たせて、早い段階で殴ったりとかしてきそうだから。さ、これは花びらの舞とか吸い取る使いながら、ギガドレインで吸い取っておいて、はい、倒していく。素晴らしい。いないささ覚えたんで、こっからファイアローをしっかりと仕留めていきたい。これやれそうじゃん、これ。これやれそう。ナイス。2連キルからの、花びらの舞吸い取る。で、もう一丁、ガンガンいけ、ガンガン。で、吸い取っておいて、あんまり欲張りすぎると普通に死ぬから、これは殴ろう、これ殴ろうもう。吸い取っておいて、もう一丁吸い取っておいて、ダメだ、すごい楽になんない。ゼラオラちょっとマジで来い。頼む。ゼラオラ来てくれ、頼む。いや、これはカモだろう。で、ヒガドレイン打って回復しながら、よし、いいよ。花びらの前の火力感じてるよ。いや、それやれたらめちゃくちゃでかいかったけど、まあまあいい。で、花びらの前で、
継続ダメージ与えながらギガ取れず吸い取っていく。ナイスナイス。ゼラオラも最終的に来てくれたんで、いやマジナイス。でコットンガードとかもらえてるんだったら、ちょっと無理やり決めに行ったりもしてもよかった気もするけど、割れちゃったね。オッケーオッケー。俺も進撃メガネ戻ってるから、まあ、こっからじゃない、まあ、正直序盤とかそんなガツガツ決めんくても、まあ、サンダー戦までに6回ぐらい決めれれば十分なところあったりするんで、お前はもうお前はなあ。さあギガドレインから入っておいて、ファイアローもいるな。よし逃げていく。まあ花びらの前あれば逃げれるんで、こうやってでこれさ、ゴールをちょっと守りたいんだよね。ゴールを守っておいて、このゴール取られないような感じで立ち回っていきたいんだけど、どうなってるこれ。さあギガドレイン打って、うわ火力えぐい、火力えぐいぞこれ。ギガドレイン打ったらあれじゃん、あの結構吸い取れたもんね。でまあ欲張らなくてもいいと。なんだっけ名前忘れた。エースバーンが結構強化されたっぽくて、あれだよね、なんか評価が高くなってるみたいな感じで俺は聞いたんだけど、コンビニに挟んだんだけど、お前マジか当てればギガドレインで追い返せるんで、40エナジーちょっと持ちすぎてさ、ゴール決めれないんだけどね。ちょいい加減してくれマジで。なんか2対1とか全然これできそうだね。2対1とかもできそう、これ普通に。なんかサポーターもらったから、これそのまま花びらの前とか行きながら、これゴールサポーターで決めれたら、いや無理か、さすがに無理だね。まあ、ギガドレイン打てば回復できるから全然いいんだけど、花びらの前を打っておいて、まあ、体力不利だから勝てるとか思ってんだろ。無理だよ無理だよ、こっちはもうゾンビなんで。それはまずい、それは無理。ただいない手座をかじり亀までに吐かせたのはなかなかいいんじゃない。ちなみに、あそうだ、もうかじり亀を殴倒したらサンダーに与えるダメージが90秒間半減されるみたいなのあったじゃん前。もう今はね、なんかアップデートでなくなったっぽいね。なくなったっぽいから、いや今回ちょっと花びらの前でゴールサポーターでガンガン決めに行きたかったなって思ったんだけど全然ダメだったね今回。殴っちゃう殴っちゃう、どんどん殴っちゃう、これどんどん殴っちゃおうぜ。ファイヤローに多分取られそうな気もするけどね。でも大丈夫大丈夫、全然大丈夫で、レベル上げれたんで、まあ、あとはなるたけゴールぶち込みに行きたいね。まあ俺が下レーン抑えてた、今回レーンを抑える役割に回っちゃったから、上レーンぶち壊せて、まあ、下レーンは残ってるみたいな感じになったと思うんだけど、だるい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 、吸い取っておいて、でおいてこう15ポイント決めよう。15ポイント大事、これ決める。俺も今から火力、まだ間に合う、まだ間に合う。火力をしっかりと、火力向上委員会なんで、火力向上しながらギガドレインで吸い取っておいて、脱出ボタンも切って4ポイントしっかりと突き込んでおくと完璧完璧で、花びらの前も使っておいて、まあまあしゃあないしゃあない。これ2回だから、今32ぐらい火力アップしてるから、でギガドレインのさ回復量とかもさ、あれだよね、もっとこう稼いでいきたいよね。もっと稼いでいかないと。でサンダー始まったらさすがにサンダー寄っていかないと、ちょっとあれなんで、どうしよっか。そのルンパッパ買っていこうかな。13レベルになれると思うし、それ買っておいて、味方強いから多分勝ったな、この試合は。なんかね、勝てそう、なんか。味方強いからさ。さ、13レベルにさせてもらいつつ、ならんかったけど、まあ、時間であとなるから。まあ、あとちょっとサンダー行こう、サンダー寄ろうぜ。これだ、相手サンダーやるしか勝ち目ないから、サンダー殴ってくると思うんだよ、無理やり。だよな、そうだよな、ヤパレス。絶対ヤパレスを逃がすな、これ。待て。ギガドレインとか、ちょっとなんか、チャット打っちゃって、ボタンがね、変な感じになっちゃった。先にこいつをやりたい、先に。よくわからん、これ。どういう状況だよ、お前、これ。わけがわからん、お前。どういう状況や、これ。いや、でもさ、中央不思議バラ、結構火力感じれていいな。ちょっと最後に花びらの前で決めようと思ったけど。まあ、言うてね、関係ねえな。いいね。よし、2戦目やっていくか。いや、なかなかいいな。やっぱ、ギガドレ花びら型は楽しいしな。で今回も真ん中行くんだけど、なんか持ち物とかはさ、もう無難に行くんだったらやっぱ、あれだよね、力の鉢巻きじゃねえや。気合の鉢巻きとかさ、あとはお助けバリアとかが、まあ無難な持ち物なんだろうけど、俺やっぱ火力を感じていきたいね、やっぱ。このゲームをなぜやってるか。火力を感じて、範囲になるため、合法で飛ぶために、このゲームやってるんで、合法でさ、やっぱ飛んでいかないとな。で、しっかりと、さっきの試合の1試合目とか、かじり亀終わった後に、俺が下ゴールを守るっていう、その役割になっちゃったから、ちょっとあれなんだけど、俺も上レーン行って、もう下ゴールとか守らずに、上ゴール行ってさ、ね、一緒にゴール割って叩き割ってさ、火力を感じに行ければよかったね。ミスった。まあ、でも、下ゴール守るのが、一人は下ゴール守っとくのが、マジ正解なんだけどね。
せっかくさ、相手ゴール割れて、相手ゴール割れたのにさ、こっちのゴール守らんかったら、あんま意味なかったりするもんね。割れてるんだったら、こっちのゴール守って、まあ、いい感じに、あれするみたいな。ねえ。のがベストだもんな。で、不思議層が今いないから、これちょっと決めに行くか。アブソルがいるな。耐えきれそうだけど。いけたいけた、ナイスエッセンス。ナイスエッセンス。で、ギガドレ打っておいて、自分硬くなっておいて、ちょ、帰っていくっていうのが、なかなかいいんだけど。で、葉っぱカッターで、どうだ、取れたか。取れてないな。まあまあまあ、しゃあないしゃあない。じゃあもう、あれかな。徒歩で戻ろっかな、徒歩で。本当はゴール、本当は、なんか、飛んで戻った方が、早かったりするんだろうけど。わからんな、もう、そこら辺は。で、早く花びらの前覚えていきたいね。まあ、今回は一発決めれたんで、ペースとしてはもう、上々よ、上々。上々のペースでいってるんで、もうもっと火力感じたいね。新規メガネだって、持たせたら素で16とかアップするし、で、その後に、決めまくれば96だから、まあ、全部で100以上アップするから、そこだよね、やっぱり。で、なんか新しく追加されたアイテムでもなんか、物知りメガネと同じような効果、同じような上がり幅のアイテムとかも追加されてたから、もっと火力感じれるよね、あいつ。だるいな、あいつが。葉っぱカッター取っとこうぜ。やば、取られそう、普通に。大丈夫だったね。オッケー。タコ殴りされてる。やれるか。やれ、ナイスナイス、いいね、いいね。で、花びらの名前覚えて、11ぐらいだったらゴールサポーターで、ちょっと多分無理やり突き込んでいけるから、これはちょっと、ヤンキーに攻撃仕掛けよう。先手必勝、これは。先手必勝で、いや、ちょ、なんか、2対1はダメだ。2対1はダメだ。やばいやばいやばい、まずい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 。壊滅する、壊滅する。俺のせいだ。2対1、ちょ、ヤンキーに、ちょ、ヤンキーじゃん、ヤマンキーだ、あいつ。うわ、割られちゃうかな、これ。どうだろう。いや、あと1ポイントか。まずそう、これ、あと1ポイント。だいぶまずいぞ。これちょっと集合しよう。マジでやばい。やばい。俺のせいでやばい。壊滅する。ガチで壊滅する。取られたらやばい。取られたら終わるっていうか、この6ポイント突き込まれたらマジで終わっちゃうから、6ポイント突き込まれないように、ちょっと立ち回っていくしかない。さあ、花びらの前使っておいて、まあ、倒しておいて、ヤマンキーだよな、問題は。あい、このさ、不思議層ミラーの、なんだっけ、ドレインの戦いが不毛すぎる。てか、俺が負けちゃったのあれだな。相手の主義層あれだわ。コットンガードもらってたわ。許せねえな、おい。さあ、あとはアブソルがいるから、そいつに対して、やれたら最高なんだけど。やれねえか。まあまあ、しゃあねえしゃあねえ。じゃあ、フォーカス合わせていくしかないから。いや、これ下行こう。ガンガン行こう。さあ、花びらの前でとつっていきながらの、ドレイン打って、取れたかな、取れたね、ナイスナイス。で、ガンガン行こう、ガンガン、ナイスナイス、いいよいいよ、いいね。で、俺も8ポイント決めたいな、これ。8ポイント決めておいて、で、グリーンレイジ打つか。グリーンレイジ、ははははめっちゃキルできたくない？俺のキルじゃなかったか。でもめっちゃ削り取れたからね。これでまあ、2連続用できてる。オッケーオッケー。まあ、1試合目ちょっと、1回目はちょっと俺がヘマして、下ゴール壊滅しかけたけど、まあまあ許してほしい。で、まあ、下レーン守りつつ、またあれするか。逃げよう、花びらの前で。いやー、やめてくれ。ちょっとついてこないで、マジで。無理。ただ、1ポイントだったら多分もう守りきれんから、結局、無理やり突き込まれたら無理だから。まあ、なるだけ、ゴール叩き割って、今、叩き割ってじゃねえ、ゴール決めて、火力稼いでいきたいね。今、3回ぐらいは決めてるっしょ。あと3回決めることができれば、いいんで、これで俺のしがらみはもう何もない、もう。下ゴール守らなきゃ、みたいな。何もないので、リスクと、あれだよね。デメリットを得る代わりに強くなるみたいな、まさに主人公、不思議花、的なそんな感じなんで、それも、一旦ちょっと追い返したいな、これ。お前ちょっと強くなってからって、お前、相手ゴールで戦いに来てんじゃねえよ、てめえよ。お前ってやつはよ、何してくれとんねん、お前。さあ、俺も花びらの前打って、これ、まじ、不毛すぎる、これね。マジ不毛なんだけど、これ。さあ、まずギガドレから入って花びらの前を使っておいて、ギガドレ溜まれ、回復しろ回復、ナイスナイス。お前強化された不思議バラに勝てると思うなよ。いや、マジちょっと強くなったから、最近調子こいてる不思議バラ、どう思うみんなこれ。しかも今回俺結構もうゴール決めれてるからね、火力も高まってるから、2対1とかもちゃんと立ち回れば制することもできるんで。で、グリーンレイジ溜まってるっしょ。ここも回収するか、ちゃんとね。で、なんか見えんからさ、いや、来てるな、これだいぶ来てるな。そうだな、とりあえず、ギガドレインから入っておいて、自分の耐久力を上げながらの、グリーンレイジですよ、グリーンレイジ。グリーンレイジ！いやー、惜しい。でも、
惜しい。でもだいぶ削れたと思うから、あとはもう味方に託すしかないね。月光河とか多分やる。あーいいね、ルカリオの狙撃マジナイス。でこっちどうなってる。2連キル、それマジナイス。俺がちょっと何もできず死んじゃう。3連キル乗ってんねえ君。昔の言葉で言ったらいい波乗ってんねえ。もうこれ多分死後でしょ、これ死後でしょ、もうこれ。ナイスナイスナイス。でかいでかいでかい、それめちゃくちゃでかいよ。あとこれをちょっと買っておいて、2ポイントか、2ポイントどっかにつぎ込みに行きたいな。なんかなんだっけ、手こき3世をちょっと倒しに行かなきゃいけないんで。さあ、あとは月光河と対マンしてもいいんじゃないこれ。対マンしたかったけどな。対マンじゃねえけどな、もうこれは。お前マジか、それユナイトザハク。ナイスナイスナイス。で、3ポイント、2ポイントか、つぎ込んで、これで4回目ぐらいかな。ラストボタン切っちゃおう。で、回収しておいて、この5ポイントとか、この、細かに、刻んでいく。めちゃ大事、これ、本当に。進撃メガネとか持たせたら、めちゃ大事だから。いや、まあでもさすがにもうちょっと引こうかな。月光河に対してちょっとあれだしね。で、水手裏剣を避けるためにどうすればいいか。まっすぐ逃げるのダメ。まっすぐ逃げちゃダメ。水手裏剣の餌食になっちゃうから。斜めにこうジグザグ、こうやって逃げるのがこうやって。いや、マジこれ、これ効くからね、月光河に。これ大事よ。なんかおるな、アブソルかなんかが。さあ、アブソルに向かって。まずはギガドレイン外しちゃったけど、外したところでギガドレインでもう一丁いけるんで、もうアブソルに負ける体じゃないんすわ、俺。運営に魔改造されちゃったんで、アブソルごときに対マン負けるはずがないと。いやでも、シゲバラマジで対マンもう負けねえんじゃねえかな、相当なキャラじゃない限りは。相手がルカリオとかだったらちょっときついと思うけど。いや、ほぼほぼ、そんな負けないよな。月光がもう水手裏剣型で引き打ちされながら削られたら、いや、嫌っちゃ嫌だけど、なんかこう、月光が自体も弱くなったしね。って感じで。なんかもう、あんま負ける気せんよな。結構強気に出てもいい感じあるから。あとこれだけちょっと買って、あれしたいね。14、13レベルか。乗っときたいな。よし頑張ろうぜサンダー戦。まあ、まずサンダー殴って、あれだね、味方に寄ってほしいって言おう。ゼラウラに来てほしいみたいな感じで言おうぜ。で、そこにアブソルがいるんで、アブソルをまずは、やっちまいたかったんだけど、まあまあまあ、おつこ。いや、いるいる。全然いる、全然いる。全然隠れてた。ひたすぎ。花びらの前ギガドレ撃つ前に死んじゃったんだけど。いや、アブソルもね、油断すると、これ相手ね、多分、かじりか、サンダー絶対殴ってくるよね、これ。真ん中、でもまあ、ルカリオも、ファイアローもいるから、スティール性能は、どっちも高めだろうし。そう、これ勝ってる、俺たちが勝ってる時って、敵もサンダー殴るしかも勝ち目がないから、もう、がむしゃれにサンダー殴ってくるからね。ナイス、ナイス、ナイス。やべえ、なんもしてねえんだけど、最後俺。じゃあこれ走るか。走ろうか、これ。20ポイント叩き込むために。で、こんにちは、つって、グリーンレイジ撃っておいて。当たらんかったか。しゃあない、しゃあない、しゃあない。で、こいつを止めろ、こいつを。奴を止めろ、絶対に奴を逃がす。絶対に逃がす。ナイス、ナイス、ナイス。で、しばき上げて、おい、キーの。で、43持ってるんだったら、相手もさ、こっち来るだろうからさ、こう攻めてもなんかいい感じ正直やったりするくない？ないかな？ゴールサポートあるし、あと7秒は返ってこないでしょ、不思議そう。だったらもう俺も50ぐらい決めて、結構いい攻撃かますよ。ナイスで、そんでもって草むらに隠れながら、戻るか。よし、いい感じに。よし、いいね、いいね。しっかりと今回も敵しばき上げることできたし、ただサンダー前にアブソルに瞬殺されたんだよね。まあ、やばいっちゃばいいから、不思議そう。やばいっちゃばいいからね、本当にね、気をつけなきゃいけない、それ本当に。ギガドレインと花びらの前で自分が硬くなってるっていう錯覚してるだけだもんな。多分敵も攻める時間ないし、このまま終わりだと思うんだけど、どうなんだろう。いや、2試合目はね、割と、あれだね、進撃メガネの効果発動できたんで、高火力で立ち回れたからな。いや、大満足。めちゃくちゃキルできたし。大満足よ、マジで。来たな。でもこれ不毛だよね。ギガドレ花びらの対面、対マン。不毛だよな、マジで。